パート3です絶望の本土決戦、田中先生にお話を聞いています。パート2で沖縄の戦いについて外観いたしました。沖縄が落ちたのが6月の末だったと思います。その時、菊水作戦で空からは特攻機が陸,陸軍のものも海軍のものも飛んでいった。それは、チランやカヌヤの特にチランですよね。 あのえっと、記念館に行けば遺書とか写真とか出発,、うん、出発前の風景とかそういうのがあの展示されていて言葉もないんですところが同じ時実は戦艦山とも特攻作戦先生出てるんですよねそうですね、うん、はい「天一号作戦」ですね棒の,岬棒の岬で棒の岬回戦ですねなんでこんな作戦したんでしょうかえっと 水上特えっと、海上特攻ですね、えっと、大和の海上特攻と呼んだなんですけど、はい、えっと引き金を引いたのこれは昭和天皇です。はい、これはもう明確にいろんなところに記録が残っていて、あ戦艦出撃は昭和天皇の要は、菊水作戦の発動を、うんえー、及川小四郎軍令部総長が天皇に相乗したところ、うん えー、航空部隊だけの攻撃なのか、もしくは船の方はどうしているか、2つの説があるんですけども、いずれにせよそういう誤加紋があった。すると船も出さなきゃになっちゃうってことでしょうか。そうでこれに対して及川軍令部総長が まあ要は船を出せというふうに言ってるのかなと受け取って海軍の全兵力を使用いたしますというふうにまあ答えたこれがまずヤマトがいわゆる水上特攻を行う最大の要因でありますでこれは昭和天皇のやっぱその沖縄戦にだからまあかける まあ意気込みなんですよね結局だからここでなんとか戦果を上げてという。なんか浮き放題となって、大和を浅瀬に乗り上げて、そこから手法で撃とうというむちゃくちゃな作戦で、こんなもの成功したって、えーっとし、戦果知れてるやんと思うけど、なんでいったんかなとか思うんですけど、うん、あとは、うん、まあこれはやっぱその海軍の意識ですよね。 えっと、冷凍機海戦でヤマトもこれ出撃していて、うん、武蔵は沈んだわけですよ。うん、でヤマトは損傷はあるけど残ったわけですよね。うん、で結局栗田艦隊が反転したんで、えー、結局ヤマトは生き残ったわけですよ。そうです、うん、でなんていうんですかね、まあ、これはちょっと僕が勝手に一人で言ってることだからふうんと思って聞いてほしいんですけど、うん、このあと 栗田武雄ってどういう人事になったかご存知ですか？あ、あの大和のあの司令長官からですか？はい。あの令ての後ってことですね。そうです。なんか予備役なったような気がしてるんですけど。はい、あの戦場には行ってないんですよ。あ、はい。でどうなったかご存知ですか？いや、分かんないですよ。予備役なったような気がしてました。海軍兵学校の校長になってるんです。あ、海兵の校長に栗田さんが。 うん、<ー>45年の1月ですけどね。で、えー、と予備役になったのは結局、戦争終わった後ってことになるんですけど。ゃ現役だったね、ずっと、戦争の間は。で、これなんですよ。僕、これね、昇進だと思ってるんですよ。いや、それはそうですよ。やっぱり海兵の校長って、あのえー、とそれこそ将来、軍令部総長とか、あるいは海、うん、海,上海軍大臣とかになるような人が、その一つか二つ前のところで通過するようなポストですよね。そそうそう、うん、ってことは どういうことなんだってことです反転、リタ反転したわけですね。で、今でも疑問が、疑問っていうのは、その、なんでやったんだろうもそうだし、ふざけんだよ、霊って戦うはずじゃなかったのかよ、もうそうだし、作戦うまくいってたじゃねえかよ、うまくいってたかっていうと微妙ですけど、まあ、けど、目的を達成する直前だったわけですよね。目前まではいった。目前までいってたわけですよね。そこで反転した人が その後海軍兵学校校長に就任するっていうのは、これね、おそらく海軍の中で、栗田の行動に理解を示した人が一定数いたっていうことの表れだと思うんですよね。<ー>で、それが何かっていうと、うん、戦艦ヤマトが輸送船攻撃して沈没したなんてことは、やっぱあってはならないだろうっていう。帰ってきてよかったと。 そう,でそうすると、うんうん、言い方よくないですけどそれって大和にはちゃんとした死に場所を与えなきゃいけないっていう発想になるんですよやっぱり。で確かにこれはもう本当に燃料食うだけのまあね大和ホテルっていう、まあ、本当に馬鹿にされてるわけですけど海軍の中ではいややっぱこの大和には死に場所を与えなきゃいけない。 っていう発想じゃないですかで昨日先生おっしゃってましたけど、その出入り時の時に初めて、んですか、砲撃撃ったらもう、あれでしょ、泣いてたっていうんでしょ。え、法律長がね。砲術長が初めて聞きましたよ、うん、あ、そうなんだと思って、いやもう打たせてください、打たせてくださいって言って、本当にあの、あの、打てーっていうのが見た時には、もうバーンってやって、もう、涙を押してたようですよ、本当に、砲術長は。うん。だから、ヤマトが、まさか、出撃もしないで、 敗戦するなどということは、うん、海軍の多分軍人の発想としては、あってはならないんだと思うんですよ。うん、寂しい姿をクエに、えー、と浮かばせているような大和であってはならない。うん、でしかもアメリカ軍に接収されて、最後、多分解体されるわけじゃないですか。だって必要ないわけだから。空母だったら話は別ですけどね、うん、戦艦ですから。ってなると。あ死に場所を、えー そう、陛下もこうおっしゃっているし、はい、まあ、やむをえないかと。うん。で、あのこの時の艦長、伊藤誠一っていう、はいえとあ。艦長というか司令官か。司令官うん、やっぱなんか、あの若手の将校はあの出撃突然ちょ直前に降ろしたようですよね、なんか、君らは、うん、君らは乗っちゃいかんとかって。言って。まあそうだね。うん,う,んうん。うんうん まあ、それがせめてものなんかこのヤマト特攻のなんていうかあの、えー、と美談かななんて思っていますしかもこれだからあれでしょあの草加龍之介とか全然知らなかったっていうんでしょああなんか草加がヤマトになんかあの特攻に行ってくれみたいな指令を大本営の指令から指令として持って行ったみたいな話は聞いたことあります、うん、っていうか神重則参謀から、うん、要は何その 電話でで知らされたわけですよだから大和が特攻するという、えー、あ神さんから電話でえ伊藤さんがですかえ、うん、っと,えとね一応多分これ、はい、えとこの及川がその昭和天皇から海軍の全兵力を使用しますって報道した後に、はい、一応どういう経緯で決まったかこれ一応確定的ではないんですけど一応一般に言われてるのは、うん、及川から豊田添江に連絡がいって。うん えっと、当時、連合艦隊司令長官、豊田総理部、これに連絡が行って、で、草加龍之介がなんか作戦の打ち合わせで、鹿屋かなんかに出張中でいない間に、決まった。で、えー、基本的にこの、要はやるべきだっていうふうにもともと言ってたのは上重則なんですよ。水上艦艇による殴り込みをやろうと。うん で、豊田添江武は、まあ、うまくいったらこんなもん奇跡だみたいなことを言って、で、結局これがだから、なんていうんですか、その、最終的によくまあ言われることなんですけど、豊田がまあ、そういうふうに言っちゃったわけです、ね。まあ、やるぞ、つまりいいんじゃないか、みたいな。で、軍令部に戻したもんだから、現場がだから、まあ、いいって言ってるわけだから、 結局、軍令部としてはもう当然、まだ大川は、まあ、これ天皇に言われちゃってますし、うん、でその下に小沢治三,三郎が軍令部次長ですけど、うんうん、だからその昭和天皇の別に大和を出せとかそういうこと言ってないんですよ。けど、うん、彼のやっぱ何気ないその疑問が結局、まだ麻痺さしてるわけですよね、やっぱり。 うん、だから言えばいいわけですよ。そこで大和を出したところで、ほとんど意味はありません。言えば当然昭和天皇は、まあそういうふうに言われればもう昭和天皇は絶対やらない、それはやらないっていう人だから。うん。だ結局それで、えっと、上重則から日下は、何、電話かなんかで知らされて、 参謀長の意見はどうですかなんて聞かれたらしいんですよ、神から。うんうん、で、怒ったっていわけだよね。決まってから意見聞くってどういうことだみたいな。うんうん、けど、<で>それを伝えに行ったのは草花なんじゃなかったでしたっけ、はい、それを。なんかあの、当時の大和の艦長、有賀ガ工作で。あ、それはそうですよ。<あ>だってそれは連合艦隊の参謀長ですから。うんうんうんね、伝えに行くのは草花なんですよね、やっぱり。そう,そうそうそうです。うん、で、あの有賀さんとか、あと、 えっと、矢作とか駆逐艦がいろいろあったじゃないですか、うん、その艦長を全部集めて、日下さんが行ったら、みんな,なんか、特に駆逐艦乗りの艦長なんかが反対したようでしょ、我々はあの命は惜しまぬけど縄、縄を惜しむみたいな、この意味のない戦いに、うんえっと、命かけるわけにいかぬとかって。 デブだったらしいんだけど、お腹ボン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 叩き始めて、なんかそれがなんか、なんとなくその、アリガさんが俺は言ってもいいぞに聞こえたらしくて、なんかもう、この辺よくわかんないんだけど、アリガさんがニコニコしながらお腹ボンボン叩き始めて、バンバンバン。うん、それでなんかこう、他の反対してた駆逐艦の艦長たちも黙っちゃったみたいな話を聞いたことありますね。基本的にはこの豊田タソエ が出したこと、うん、連合艦隊司令長官が合を出したことで、うん、結局、軍令部、だから反対してる人は結構いるんですよね、富岡貞俊えーうん、軍令部作戦課長とか反対。はいうん、だところが結局、小沢治三郎賛成したらしい、うん、小沢は連合艦隊の長官がそういう決意ならいいだろうと。うんうん で小沢は、まあけど自分で自分が一番責任、うんはい、軍令部最後、意見まとめたのは自分だと。うんうん、だから、次長たりし、自分に責任があるという。さっきの現場の艦長の、しかも駆逐艦あたりの艦長がいくら何言ったって本当は考えないんですよね、もう全然ね、あの上で決まっっちゃったらあだから、その駆逐艦とかが言ってもだめですよ。結局だから、連合艦隊のやっぱり司令部が、やっぱりその作戦決めるわけだから、基本的には。 グーと話ね、だから、大和館長の有賀さんがニコニコしながらお腹ボンボン叩き始めたのも、もうこれは賛成するしかないですよと。で、大和館長の俺が賛成したら、もう決まりですよ、うん、もう口に言わずに <laughs>、うん、この辺、変ですよね、言えばいいなんで。うん、で、草下が、えー、と大和の、えーと、大和当時第2艦隊の、うん、えと機関だったので、うんえと、その第2艦隊司令部ですね。うん、で、これの長官が伊藤誠一。うん 海軍中将だだったかな、はい、だと思うんですけどです、はい、で伊藤がま,あまずおかしいだろうという,、うん、いうふうに言ったのに対して草加が一、まあ、億総特攻の先駆けとなっていただきたいというこれは有名な言い方ですけどねこれを聞いた、まあ、あの伊藤誠、まあ、一が、うん、まあそれなら分かったと、うん、まあいうことですよね。うんうん で結局、この戦艦大和も、なんか九州出たらすぐに発見されて、うん、それで、えっと、それこそあの棒の岬っていう、あんまり九州からそんなに離れていないようなところで、その波状攻撃を受けて、うん、あの沈没したということになっていますね。そうですね。出撃艦隊は10隻ですね。ヤマトがまあ唯一戦艦で、軽巡四艦、矢作、それから駆逐艦がまあ8隻か。雪艦、うんはい、でもいたんですよ。 雪風も出てますねしかも、えーと、もうすでに打撃を、損傷を受けていて、えー、と無傷は下のみですねやっぱりものすごいなんていうかあの、大爆発だったようですね、大和は。 えと武蔵を沈没させるのに、えー、と8時間、うん、10時間ぐらいかかったのかっていうのの反省からですね戦艦ヤマトは基本的に、えー、と左舷ばかりを攻撃されたのか、うん、左側ばかりをもう基本的に攻撃されて、まあ、だん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 そうすると左に傾いていきますから、で結局、えーとえーまあ、爆発しながら横転したのかな、確か。 あのものすごい煙がそのあの高いところまで上がってるあれ飛行機から撮ったんだと思うんですけどそれはなんか見たことあります、うん、はいで手前にも矢作があれあのもう、えっと、速度止めてなんか停止してる状態であのもう見てるっていうかそれを、うんうん、近づくことはできないからあとはあの、まあ、結構原説としてよくあるのはその海上、まあ、特攻であることは間違いないんですけど、うん、その大和以下の助手席はもう片道分の 燃料しか搭載されなかったんだっていう憶説がまあありますけれど、まあこれは原説です。うん、結局あの、ね、雪風帰ってきてるよね。うん。うん、なんとかあのすべての燃料をかき集めて、うん、で、えー、まあその、えー、出撃しない駆逐艦から弾薬とかも出撃艦艇に移して。 燃料は満タンではな,けれないけれど、一応、くれと、まあ、沖縄の間を往復できるだけの燃料はあったということだし、うん、えと要はあの駆逐艦なんかが退避行動を取っているわけですよね。うん、で、その退避行動を取れたのは、結局燃料がある程度あったからだという。うん、で、えーと、飛行機も出す予定だったんですよ、本当は。 まあ当たり前ですけど、戦艦の上空飛行機なきゃ何もできないんですから、ところがですね、これ牛島みが断ったんですよ。あの、要は、出しても無駄だと。要は、今の制空権の状況だと。で、それを言われて、分かったって。要は、出さなかったんですよ、飛行機を。で、それに対して、いや、ちょっと待てよ、と。 なんか出した方がいいんじゃないのっていう形で、実はこれ、あの少しだけ、本当にもう申し訳ない程度だけど、あの飛行機が出てて、あの途中お、あの大隅半島を出るあたりまで、外洋の直前までは、実は飛行機が護衛しているっていうのがあります。伊藤精一の息子さんが乗ってたようですよ、パイロット。そうらしいですね、うん、なんか、まあ、それもだから、なんていうんですかね。う,う,かあのうん、うん 配慮配慮ってことなんですかね。結局、えーと、機動部隊ですね、えー、これの攻撃で、えー、400機の攻撃、20発の魚雷と爆弾を受けて、7月7日の午後2時半ですか、防岬沖で、えー、沈没じゃあ結構早い時間ですね、はい、武蔵と比べたら。うん だからこれはあのアメリカ側の言い方でなんですけど、<習>勉強の成果というか、傾向と対策やったわけですね。うん、3, 3時間ぐらいで賃、まあ、が持つっていうことですかね、はいえーと。伊藤誠一中将、それから有賀耕作大佐は山、まあ、とともに、えー、亡くなります。えー、と乗組員、大和3300人。すごいですよね、3300やっぱ乗れるっていう。 まあ船がすごいわけですけれど、えー、残ったのは、生き残ったのは300人弱。ら航空特攻6000の英霊とか言うけど、この大和一艦だけで3000弱の、うん、特攻の英霊作ってるわけですよね、そうですね昨や2時間で沈没、2時間の攻撃の後、えー、沈没してます。うん でこれでもうあの沖縄も6月に負けてそれで大和もなくなってで本土を守る飛行機ももうない、はい、この時でもあの確か、えー、と東と西に分けたっていうふうに僕は聞いたんですが陸軍はあの本土防衛に対して。でなんかえーと 東を杉山さん、そして西をあの畑さんっていう、どっちも元帥やってましたから、そういう感じでもう、本土防衛やろうっていうのは聞いたことがあります、うんまあ、けどね、これね、本土、うんうん、防衛もね、めちゃくちゃですよ。45年1月の帝国陸海軍作戦計画大綱ですけど、うん、えと内地に。 8個手段あるんですそれを45年秋まで9月ぐらいまでに四十数個手段を新たに新設し50個手段にするそれどこから降ってきたり湧き上がってるいするものじゃない以上その徴兵するってことですよね、うん、徴兵するってことですうん、うん、で、えー、それとは別に国民義勇隊 で15歳から60歳65歳までの男性と17歳から45歳までの女性、これを単位として動員。もう沖縄の悲劇が本土で、もなされようとしてたわけですねしかも、これよく誤解があるんですけど、本土決戦って短期決戦なんですよ。うん、あこれはこれでやっぱり短期決戦。うん、で、それはなんでかっていうと。 ずっと短期決戦って言ってるじゃないですか。いや、始まった時からずっと。そうですよ、そうですよ、そうですよ。0.0点から短期決戦だ、本土決戦から、真珠湾から、はいはい。で、これなんでかっていうと、一応これ合理的なんですよ。そもそも、もうフィリピンを疾患していて、油がない。これ有名な話ですけど、海軍が8月まで、陸軍が9月まで。だから、 長期戦がそもそもも無理要は燃料、いろいろなその他の観点から、それから長期戦をやってしまうと、国民の動揺につながって、いわゆる国内問題が発生する恐れがある。だから、本土での決戦はこれ短期決戦なんですよ、実は。しかも勝てるわけないわけだから、一撃、また一撃なんでしょうね、うん、おそらく。うん、そう でしかも、本土決戦の条件はソ連の中立なんですよ。これがもう絶対条件になるんですよ。なんでかというと、もう関東軍から軍隊抜いてるから、でこれ、この後もまも本土に当然、関東軍を抜こうっていう発想になってるんで、ソ連側が攻めてきたら話にならない。ところが45年の4月5日ですね、これ、小磯国明内閣が総辞職した当日なんですけど、ソ連側が日ソ中立条約は、 期限延長せずに46年4月で終わりですって言ってるんですよ。で、そうすると、まあ、好意的に解釈すると46年4月にソ連が参戦してくるんですよ。これはもうしょうがないですよ。なんでかというと、日本はソ連の同盟国であるイギリスとアメリカと戦争してるし、ソ連の、まあ、敵対国であったドイツと同盟組んでますから、もうこれはもう絶対参戦してくるんですよ。で、これはもう間違いないんで。そうすると マックス本土決戦やれるのは46年4月までなんです。だからこれもよくなんか、本土決戦で粘ってればみたいなことをよく言う人いますけど、だから粘れないんですよ。45年の少なくとも秋で石油はなくなるし、まあ、どうやりくりするかっていう問題はありますけど、じゃあやりくりしたとしても46年の4月までしかできないんです。だから水際の短期決戦なんです。よ あだからさっきの海軍の兵器が全部特攻になっちゃってるわけですね、水際で。そう,うそう。で、結局、その水際沿岸部短期決戦になると、何が想定できるかというと、ものすごい数の視聴者が出ることが想定できる、うんうんあ。大西さんの1億いて2000万も特攻やればっていうのを、そんな戦いもし本当に実施してたら、そこら辺まで行ったかもしれないよね。うん、いや、でそれこそもう本当に革命起きますよ、多分そんなことやったら、多分うん。うん つまり全国民の20%を死傷すると思ったから、これ普通戦争でそんなに死なないじゃないですか。ありえけど、しかもありえそうなのは、この国民義勇隊、うん、武器は自前で用意する。うん、で,す、ねいうん、でそうすると、旧式銃、火縄銃、<あ>弓矢、日本刀、背葉包丁、竹れね 大真面目に竹やり訓練やってたんですよね、あのやってましたよ、日本国民は、うん、これに基づいて。で、その本土決戦をやるにあたって、えー、長野県松代に地下壕を築き、皇室と政府と大本営を移転させるっていう、うん、だから本気で計画してるんですよ結局は移転しなかったんですよね、移転はしませんでしたね。うん、はい でこ,れがえっと、これを物理的に止めてくれたのが、くれたなんて言っちゃあの、えっと、まずいんですけど、もう原爆とソ連の参戦だったということなんでしょうか。うんえー、と基本的にはです、ね、ソ連の参戦で理解するのがいいと思います。<ー>というのは、えーとうん、基本的にその一撃講和という文脈の中で、基本的にその講和はソ連に仲介してもらうという。というのは、 なんでかっていうことなんですけど、まあ、これがね、えー、と一応まあ、一番合理的な説明だというふうに思うんですけど、えっ、ー、とね、日本が無条件降伏したくないんですよ。な、うんでかっていうと、無条件降伏すると、まあ、無条件で降伏することになるから、国体が破壊される可能性、つまり天皇制の維持も含めて不可能だという認識があるんで、えー、とまず一撃を与えた上で、えで、ー、そのアメリカを、 幸福じゃなくて、講和で説得できる国に仲介してもらうって話になるんですよ。で、まずここなんですよ、そのアメリカを説得できるような力を持ってる国はソ連しかないんですよ、この同時に。だから例えば、他の中立国を通じて戦争を終わらせるっていう方法はいくらでもあったんですよ、これはもう東郷重則、鈴木貫太郎内閣の外務大臣がいくらででも言ってることなんですよではスウェーデンとかスイスとか、そこら辺あたりからって思っんですよね。 でところが、要は、無条件降伏をしたくない、講和をしなきゃいけないとなると、アメリカ側を説得できるような国力のある国じゃないといけないってことになると、もうソ連以外に頼る国がない、でこれがもう選択肢を非常に狭めてしまったということも東郷は言ってるんですよ。で、そうすると、じゃあ、その一撃講和っていう。 ソ連を通じた講和っていうのがいつ破綻するかといえば、これは原爆ではないんです。ソ連の対日参戦ってことですねそう。8月8日のソ連対日参戦なんですよ。うん、だからあの時のあの与内とかも原爆もそうだけど、それよりあのソ連の対ソ戦の方が衝撃が大きかったみたいなことを確かに言ってますよね。かだからその,かその今までの流れで言えば、うん、確実にそうなるわけですね。うん、で、えーと もう一つ、じゃあその、無条件降伏ってことになったときに、まあ、やっぱり一番問題になるのは、もう反乱が起こることなんですよ。みたいな特に陸軍の中堅層が暴動を起こすことがもう容易に想定される、うんうんで、そのことはもう分かってたんで、鈴木幹太郎は自らアナら穴見チカ陸軍大臣を陸将に起用してるんですよ。 まあここら辺なら、じゃあ私の終戦史シリーズの鈴木貫太郎内閣の成立のところで、組閣人事のポイントっていうところでいくつかまあ挙げさせてるんですけど、これ、ナミを鈴木が指名してるんですで、それはなんでかっていうと、アナミっていうのは一応、主戦派なんですで。しかも、ああの彼の特実な性格もあって、陸軍中堅層に絶大な信頼があるんですよ。で、そのアナミを陸将に起用するってことはあ、あ鈴木貫太郎内閣は戦う気だなっていう。 だから政治やってるわけですよね。戦う気と見せかけといて、最後、結局、終戦に持っていくという。うん、だからその意味で、原爆の投下っていうのも大きいんですよ。なんでかっていうと、いや、これ、原爆投下されたら、もう勝てないよねっていうふうに、心理的にやっぱ思わせる一つの、まあ、だから、なんていうんですか、戦争をやめる。 言い訳にはなってるんですよだからナ内がこれは天の助けでみたいなことも言ったんですだね。そう天だっていうのはそういうことなんですよ、うん、要は。うん、で、えーと、6月8日の午前会議ですね、えー、とこの時に、本土決戦をやるのは、国体の護持と日本の本土を守ることだっていうふうに戦争目的を書き換えてるんですよ、6月の8日に。うん もう大東亜共圏なんかもどっっっか行っちゃってるわけですよねそうだからこれ逆に言うと、天皇制が維持できて、本土がそれなりに保てるんであれば、戦争は終結してよいっていう論理になるんです。つまり、大東亜共栄圏の建設なんてことを掲げてると、これ延々と戦争しなきゃいけないんですだから、この6月8日の御前会議の、実は本土決戦やるぞっていうのがこれ正面に出てて、これに、 結構やっぱりいろんな波紋があるんですよ。えー、本当にあんのかよみたいなのもあれば。けど、指導員サインでもあるんですか。木戸光一に関しては何言ってるかっていうと、うん、あれはあれでいいんじゃないだから騒いでる人たちに対して、あれはあれでいいんだよ。だ木戸なんかはその鈴木の政治が、っていうか、木戸光一が鈴木貫太郎を選んでますから、鈴木が政治やってんなっていう。 でしかもこの6月8日の午前会議で本土決戦実行が決定したのはもう1個理由があって、梅津義次郎参謀総長が会議を欠席してるんですよ。うん、これはあの関東軍とか朝鮮軍、シナ派遣軍の軍事把握のために出張してるからなんですけど、うん、で代わりに川辺虎四郎参謀次長ですね、川辺正孝さんって、インパールのクソ野郎のお兄者かな、うん、兄弟ですけど、うんはい、でこの川辺虎四郎参謀次長が代理で出席してるんですよ。うん でだからみんな強硬なこと言ってるんですよ。うん、これ、河辺、だってこの会議参加して感動したって言ってるんですよ。鈴木幹太郎とかもものすごい勇ましくもう本土決戦だみたいなこと言ってるのに、感動したっていうのは何言ってるかっていうと、これ、河辺が陸軍中堅層に喋るんですよ、絶対。で、そうすると、例えばこの会議で、いや、本土決戦無理だろうみたいな話になったら、それが中堅に伝わって、確実にクーデターになるんですよ。 だから政治やってるんですよね、河辺の前では、行くぞ、やるぞみたいなこと言ってて、もうそういううちはどうして芝居をやらなきゃいけないほど、むちゃくちゃだったわけですね。そう、むちゃくちゃだったんですよ。うん、そんな、あの本音で喋らなきゃいけないところなのに、うん、そのうちはど同士で。 そんな、えっと、思ってることとやってることが違うようなことをやってだましだまし合いしながらなんとか持っていかなきゃいけないってもうこれぐだぐだじゃないですかこれ。でこれがやっぱできるのは、うん、鈴木貫太郎、うん、海軍で、うん、彼は連合艦隊の司令長官それから軍令部長も務めてるし宮中入りもしてるんですよ。彼は自宙長約6年ぐらいか。 7年ぐらいか勤めてるので、やっぱりその鈴木っていうのは、ただの軍人じゃない、うん、しかもその海軍、えー、と兵学校ですかあの、その海軍の教育機関を卒業したのは明治期、うん、だからまだましですよ、大体だって、もうここら辺出てくるそのだめな軍人、みんな大体もう大正期ですもん うん、1880年代とか90年代生まれで、うん、あのだいたいその大正期にあの学校出ててでも視野狭作みたいなだからその,のそでとその鈴木貫太郎っていうのがやっぱりこう同時首相だったっていうに選んだ木戸浩一。 まあその選ぶ経緯に関しては、の私のチャンネル、終戦シリーズの方でご紹介してますんで、もしよろしければご視聴くださいという感じになりますけど、その意味で、木戸孝一、終戦における役割は非常に大きいです、うんうん。しかも、この6月8日の午前会議のを受けて、木戸孝一が、いや、もう、本土決戦とか言ってるけど、鈴木とか無理って言ってるってことだよねっていうことで、 えー、昭和天皇に対して、要は本土決戦は無理です、えー、天皇のご決断で戦争を終結する必要がありますよというふうに木戸が言ってるんですよ、昭和天皇あのだからあの本土決戦を叫んだ6月8日の御前会議は茶碗ですっていうのは、もう木戸には分かってたわけですね。そで、それと先ほど説明しましたけど、うん、沖縄戦の失敗。あはい、うん でそれから5月の7日にドイツが無条件降伏してると思けて、ますよこれは非常に大きくて、うん、昭和天皇って、外交審議と国際審議というのを非常に大事にする人なんですよ。で、日本とドイツの間では、単独不公和っていう規定が戦争始まった当初に締結されてるんですよ。要はお互いに勝手に講和しないっていう。だからイタリアはこれ、勝手に破って講和したってことになるんですけど。 で昭和天皇が常々言ってるのはドイツより先に降伏することはだめだ、うん、だそれはドイツとの国際審議を破ることになるところが、そのドイツが5月7日についに力尽きて無条件降伏したわけだか,らだからドイツに対する国際審議上観点から戦争を継続しなきゃいけないというハードルもなくなったわけです。うん でさらに、えっとまあ、梅津の名前を出したのはこういうところあるんですけど、6月8日の午前会議に欠席していた梅津が、その直後に帰国して、昭和天皇に拝謁し、シナにおける軍の現状、普通に考えたらもう勝ち目は全くない。でそれからその翌日、6月12日に、長谷川清、えー、海軍大将。 えこれが要は海軍の特攻兵器に関する査察の報告をしてるんですけれど、まあ、明らかに生産も遅れてれば貧弱さいわゆる要はだから本土決戦なんていうのは無謀ですよということが報告されるでこれがだから6月8日の後の11梅津12日長谷川清で6月13日大本営松代移転計画が昭和天皇に報告。 同時に沖縄の海軍、太田稔中将が自決したことが報告されます。で、6月14日に寝込みます。はい。さっきの話ですね。うん、そうです。で、この寝込んだ後から昭和天皇はもうやめないといけないと。ただし、このやめなきゃいけないは、ソ連を仲介にした 講和なんですしかも講和なんです。幸福じゃないんです、うんうんで。ところが、じゃあそれを受けて、外務省、まあえー、と中層日本大使の佐藤直武、えー、と林千十郎内閣の外相ですけれど、で彼が、えー、外交交渉を始めるのと、近衛文丸をモスクワに派遣すること、これをソ連に打診したんだけれども、ソ連は。 散々時間延ばした挙句7月18日にえ何しに来るのみたいな目的が不明であることを理由に、これ、断ってるんですねだからポツダム宣言に行くからもう会いませんみたいな、聞いたことあるんですかそう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 、うんうん、あえっ、ー、とね、ポツダム宣言は言ってない。言ってない。うん、なんでかっていうと、その会議に参加するのはあのー、秘密にしなきゃいけないから。へえ。うん、なんでかっていうと、そのポツダム宣言にソ連が名前出すと問題になるんで。うん 無条件降伏をだってソ連側が呼びかけてることになっちゃうから。で結局、ポツダム宣言が7月の、まあ、末に出されるわけですね。うん、出されて、4、えー、月の26日に発表されるわけだけど、これにソ連の名前が載ってないんですよ。はい、アメリカとイギリスと中国の名前で発表されてるってことに、日本側は。 あまだソ連を通じて外交をやるチャンスがあるというふうに考えて、イグノワー。これは、えー、と返事をしないという意味です。うん、イエスともノーとも言わない。ところが、これがいろいろな、例えばマスコミのメデ,ィアメディアに載るとか、翻訳とかっていういくつかの過程を経る中で、リジェクト。 拒否という形で連合国側に理解されて、それならばということ。戦争が継続する。というか、えー、いうことですね。だから、鈴木貫太郎は、黙殺って言葉は彼使ってないんですよ。彼は何て言ったかというと、ポツダム宣言に関する別に回答の必要はないでしょ。で、その回答の必要はないでしょっていうのは、今の段階で返事をする必要はないって意味だから。 くくそう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 拒否はしてないしところがそれが黙殺という形で行動に乗りアメリカに,にこう伝わる段階ではリジェクト拒否っていうふうに受け止められてまあ広島と長崎に原爆を投下あ正確に言うと広島と小倉です、ね、に原爆を投下することがアメリカ側は確定で小倉は当時あの落とせなかったから急遽長崎に、うん 回ってで長崎も雲が多かったんだけど一瞬見えた雲の切れ目からやみ雲もに落としたら、うん、あの長崎の町のちょっと北の方だったっていうことなんですよね。そうです、ね、なんか2年ぐらい前の新聞の報道ですけど、うん、その8月9日小倉の八幡製鉄所はあの煙幕張ってたそうですね、えー、空襲を避ける際ににそれがが倉に原爆が落ちずに。 っっていうう一つのあ<ー>まあ背景にはなったようですね<幕>前日に空襲を受けてて、ね、煙も上がってたっていう話ですけど。で一番基本的に大きいのは8月の9日未明ですね日ソ中立条約を破った満州への侵攻。で結局もうこれでソ連を通じた講和これは実現不可能ってことになるので焦点は ポツダム宣言を受け入れるつまりアメリカと直接交渉をして無条件降伏するかどうか。で、えー、基本的にはどういう議論になるかっていうと、ポツダム宣言を受諾して無条件降伏したときに戦争の目的である天皇制の誤示っていうのは大丈夫なのか。で、東郷重徳は、 大丈夫だ。だし、日本から条件をつけるなんてことしたら、絶対にこの交渉だめになっちゃって、本当に本土決戦やらなきゃいけなくなる。だから東郷重則がポツダム宣言を無条件に受諾する。で、それに対して、まあ、アナミコレシカですよね。アナミコレシカの側が、いやもうそれはだめだ、徹底抗戦だということを主張するわけです。先生、ではこの日本の一番長い日とも言われる。 そのお話は、はいえと、次回の一番最後の対談でというふうにし,、はい、しましょうか。はい、では先生、きょうはあの本土決戦について、えっと、お話しいただきましたありがとうございました。ありがとうございました。はい